元の世界のなんだご飯よ。何がおかしい？全然強いね。いや、ご飯でもフリップリップリは簡単に倒せたのかな。今頃バビディ様が魔人ブーを復活させているからだ。なんだと？どういうことだ？お前らもう終わりだ。一体何が？ん？海王神様、別の場所に邪悪なパワーを感じます。さっきまでわからなかったのに。こいつらわざと邪悪な気を強く出して俺たちを引きつけていたのか。なんということだ、まんまと時間稼ぎに引っかかってしまうとは。ですがまだ魔人ブーが復活した気配はありません。今ならまだ間に合います。行きましょう。邪悪なパワー向こうからだ。急ぐのだトランクス。うん、ああもう雑魚敵が多いな。あーでもまあレベル55ってか、雑魚のうちにも入らんか。はい、ちょっと急いでるからちょっと待ってて。ちょっと待って、あった。雑魚敵が多くてかなわんな。異様な気配だ。いた、あいつが。あ、魔人ブーの玉もある。とうとう来たね、海洋神。バビディ、この小さい方が魔導士バビディ。ではもう一人の大きな方は。バーブラ、暗黒魔界の王がなぜここに。間抜け面が揃いも揃って。ダーブラ、こいつからは完全体のセル以上の強さを感じる。すみません、トランクスさん、やつまで配下にしていたとは誤算でした。ですがまだ魔人ブーは復活していないようです。不幸中の幸いです。そうなんだよ、あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。